あ、こんなんあるよこれ上。ああ、なるほどね。つかへん、つかへん。ここだけつか。あ、そこだけつく。いや、潰れてんねん、多分電気切れてんねんやろ。うん、で、これ押したら乗務員の人来てくれるのかな。うん、ここから、ね、押したらあかんやつ。そうそう、来たよー、まぐれ、ほら3、4、5、6、7、8、9、10と来ました、来ました、来ました。おー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 、上海空港駅からいざ出発です。音が独特やね。うん、車輪の回転音じゃなさそう。あ、もう84キロ。速っ。あ、で、隣にちゃんと線路がある。列車の。あれね、メトロかなんか。マジでこれ100キロ？もうね、新海賊と同じぐらいのスピードで出るわけです。それで、でも確かにこんなもんやね、新海賊の雰囲気って、ね。すげえ、140来たね。来たね。まだお茶の子やからね。これの3倍ぐらい来るわけやろ。すごいね。やったー。車線のあれちゃう？マグレブちゃう？この線路。新幹線のスピードってことやろ。それがさ、こんな街中走ってるってすごない？すごいこれすごいわ。リニアモーターも恐るべし。あ、ちょっと300からあれやね、伸び悩んでるね。思えない車窓やねん。そうやね。でも、でも確かにこれぐらいになると新幹線で見てる感じかな。ああ、あの静岡あたりの感じやな、これな。茶畑がこうと広がって富士山が見えるっていう。線の人、音うるさいんかな、それともあんまりうるさくないんかな。ちょっとね、うん、すごいすごい。いやすごいな。なんかスーパーマンが低空飛行してるみたいな。ああ、ほんまやな。うん、言われてみれば。いやいやいや、初めてのインディアモーターだって。生まれて初めてやもんね。中国で初めてとかじゃなくて、日本ではもちろん乗ったことないし。日本ではないね。うん、そうそうそう。そうそうそう。すごいね、この実用化。いやいや、しかもめっちゃ傾いてるし、今。これがすごい、みたいに、なんかさっきすごい、見やすかった。うん。あ、この傾きが。傾き。ああ。そしてなんか、ちょっと向こうにうっすら。あ、見えてる見えてる。あ、森ビルやん。あれ森ビル。あれ森ビルやん。あの、低い方のビルね。真ん中にあの、穴開いてるやつ。なるほど。で、隣があれちゃう？トム・クルーズのやつちゃう。あ、トム・クルーズ。
うん、ミッションインポッシブル、はい、3のやつ。初めから楽しいですね。いやいや、飛行機から楽しかったからな。はやっ、はやっ、あの今見えてるビルのあたりがフォトシンクっていう新しいとこやね。その万博の時の、上海万博の時の開発地。ああ、なんか意外と300キロもあるやな。もう今5、6分乗ってるけど普通に感じてきたから怖いね、人間の慣れね。すっげえ、意外にもやねんけど緑が多いね。多い多い、あの飛行機の上から見ててもね、そう感じた。ゴルフ場とかもいっぱいあったし、あ、なんか軍事施設みたいなのがありましたね、今。レーダーの。あ、教会。へぇ、キリスト教いいんかな、中国ってね。あ、なんか大きい企業の工場、コマック。めっちゃ送電線でかい。ちょっとヨーロッパ風、ヨーロッパ風というか、なんていうか西洋風な感じも、うん、あと電線の形がおもろいね。 あ、電柱か、電柱の形 が、ね、うん、なんか鳥みたい、日本の。あ、で、たまにこうやって川を渡るね、小さい川を。あ、けど300キロも行かへんのかな、もう400行かへんのかな。240キロ、あれはデモンストレーションで行ってる。あ、今ちょうど僕ら300キロぐらいやったね、301ぐらい。あ、レノボの看板が見えますね。あ、レノボ ね、IBM 買収した。カバンが落ちた。で、結構カーブしてるのこれね。でもこれでもね、200キロあるんですよ。え、マジで200キロのカーブ。すげえ。落ちてきたけど、早いよね。180って車で出したらすごいから、ね。すごいよ、うん、うん。大変なことになる。本郷みたいな感じです。ああ、この下の方な、うん、行ったことないけどさ、本郷、うん、ああ、来ましたね。ちょっとビル街というか。ああ、なんか懐かしいな。あ、ほら、森ビル見えたやん。あれ森ビルやろ、多分。あ、うん、あれあれ。え、っていうか、あんな近くにもう来たん。めっちゃ遠くなかった。遠かったけど、ね、もう今90キロ。これでも90キロよ、これでも。なんか妙な形のビルあるし、こんなんなんや、マグレブ。なんかね、この建物のアパートの形が独特やな。あれヘリポートかな、上。うん、あの香港もこんなアパートじゃなかった。あ、香港にも似てる。来た来た来た、駅来ましたよ。あ、筒形の駅。あ、来た。お、筒形の駅。はい。入ってきた。あ、そうか、途中の駅はもうないんやね、マグレブは。なるほど。ピストンで、ピストンというか。はい。うん、駅1個。終了です。はい。あ、はい、マグレブロングヤンロードステーション。席はこんな感じで、なんか珍しい3人掛けの向かい席ってあんまないよね。こっちは2つやけど、ここがこのレール幅が多分日本より広いんじゃないかと。ああ、さあ、というわけで、マグレブ、マグレブでした。受けました。で、終了です。チャンネル登録、そしていいね評価よろしくお願いします。それでは明日夜9時の動画まで、さよなら。SMT。やっぱいろいろついとるね、虫が。割れとるし、ガラス割れとるし。ガラス割れてない。なんかぶつかったよね、鳥かなんか。